こんばんは。さてもうすぐ10月ということもあって、ここ最近はだいぶ過ごしやすくなってきましたね。そうですね、はい、そして秋が深まると近づいてくるのが年末年始です。郡山市では年末年始向けの水産物などを取引する展示会が開かれました。最新の傾向とは。郡山市の総合地方卸売市場では今日、郡山水産が冬の商品展示会を開きました。並んだのは美味しそうな中トロにマグロ丼、さらには数の子に銀だらと、年末年始におすすめの水産物などが一堂に集まりました。気になるのはその最新の傾向です。早速担当者に聞いてみると、値段結構高いものが多いんですけれども、やはりこの年末年始も家計には辛い状況となりそうです。ウクライナ侵攻などによる食品やエネルギー価格の高騰で、例年よりも水産物はほとんどが高値になっているといいます。中でも荒巻鮭は不漁も重なり 15% 程度値上がり。お正月には欠かせない数の子も円安などの影響で値段が上がっているといいます。ただ全てが値上がりしているというわけではなく、お買い得な商品も。たくさんの商品が並んでいるんですが、今年はこちらのブリがお求めやすいということなんです。価格高騰の中にあってもブリは例年よりも価格が下がると見られています。昨年ブリのもじゃこが豊漁だったので、例年よりもだいぶお買い得になります。養殖のブリに関してはある程度生産が見込まれるため、家計にとっては手の届きやすい魚になりそうです。ちなみにこちらの黒瀬ブリは養殖ブリの最高峰とも言われ、水産資源や環境に配慮されたサステナブルな食材です。一方で福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり風評被害が懸念されていますが、今のところその影響は見られず、むしろ全国からの応援の動きがあるといいます。全国から福島県のお魚売りたいんで商品ないかいというような感じでお問い合わせをいただいておりますので、ぜひいろんな全国各地ですね、ご案内していきたいなというふうに思っております。年末年始は親戚で集まるという方も多いと思います。物価高が続いていますが、なるべくお得に楽しい時間を過ごしたいですよね。そうですね。そして福島を応援してくださっている全国の皆さんの支援は本当にありがたいですよね、うん、私たちも家計と相談しながら全国の水産物も応援していきたいですね。